1928年、私たちの歴史はガソリンの製造を目指すことから始まった。いつの時代にあっても産業、ひいては社会の基盤を支える存在でありたい。創業の思いは受け継がれる。その思いが日本の成長と発展を支えた。その思いで世界に挑み、技術を磨き、領域を広げた。今、困難な課題に直面する世界、私たちはその思いを新しい力で、新しい形にして、この星の未来を支えたい。構成する要素というのが非常に複雑になります。一番上流の再生可能エネルギー、高段の水電解層、変動を吸収するためのバッファーとなる水素タンク、下流のアンモニア合成プラント、グリーンアンモニアが止まらないで緊急停止することなく運転するような、そういったシステムが必要かなと考え、各機器がうまいこと連動して動くようなシステム作り、こういったものが一番の腕の見せ所かなと。やはり再生可能エネルギーが安価なオーストラリアであったり中東というところが一番の導入ポイントになるのかなと。そこから安価にアンモニアを製造して日本に導入して、日本でゼロエミッション発電をするというのが我々が思い描いている一つのスキーム。アンモニアはもともとは肥料用で使われていたものなので、この既存の肥料のグリーン化、化石燃料を使わないグリーン化というものにも今後進んでいくのではないかなと。もしそうなったとしたら、もう本当にすごい規模になりますね。ずっと連続して運転できるっていうのはこの EUP プロセスの強みで、これはもう世界でこう EUP プロセスしかこれほど長期の運転っていうのはまだ可能にはなっていない。純粋なプラスチックだけではないようなものが原料になるので、その中でまあ微量に含まれるような金属分とか、まあ、そういったゴミをさらにどうやって分離して排出していくかっていうところが難易度の高いところになりますね。プラスチックを原料として扱えるっていうことは、ある土地土地で原料を集めて、でそこの原料を使って水素を作れるっていうことになるので、この地産地消の水素の製造っていうところに、使えるのではないかなと。どういう原料、どういうゴミだったら使えるのかだとか、あとはまあコスト的にどうなるかっていうようなお話がこうありますね。プラスチックから出たケミカル原料っていうのを使いたいというような方もいらっしゃるので、本当にできるっていうところをしっかりと確立していって、最終的に建設のところまで持っていく、まあ、そこまでしっかりと追い続けていかないといけないなと。スキンケア製品などの化粧品にもですね、非常に小さなサイズのプラスチックビーズが使われている。独自に数ミクロンの代替材料の開発を進めてお客様に提案しているところです。これまでの技術とさらに新しいアイデアを組み合わせてですね、プラスチックビーズの使用感を再現するシリカビーズの開発に成功しました。従来からシリカビーズっていうのは世の中にあったんですけども、プラスチックビーズと同等の感触っていうものを再現することが非常に難しかったんです。
弊社がもともと有していた基盤技術である粒子系のコントロール、あるいは最高分布のコントロールとか、新しいニーズが生まれた時にはですね、それら蓄積した技術やアイデアをですね、すぐに応用できる。注目しているのは、世界中で発生しているお米のもみ殻から取れるシリカを活用して、さらにサスティナブル、環境に優しい植物性由来のシリカビーズを開発しようと。シリカを取り出す時に大きな熱が発生するんですけども、その熱を利用してですね、新たな発電に活用するとか、化粧品以外のそのライフサイエンス分野のようなところにも新たな機能性材料を開発して参入していきたい。LNG として回収できるはずのメタンガスを燃やして捨ててしまうと、環境面でもお客様は気にされていたと。運転データを見たときに、もうすでに根本的な原因というのはもう目処はつきました。運転コンディションを変えるっていうのは、お客様の中でも、かなり大変なことになります。 LNG の出荷はだいたい17時間から20時間ぐらいかかるんですけども、張り付きでずっと見ていました。プレッシャーは相当だったと思います。最終的に出荷が終わってもフレアリングが起きなかったと、皆さん大喜び、完全にゼロです。じゃあ次の運転最適化をスタディをしてみようっていう話にはなっています。 LNG っていうのはエネルギーの選択肢の一つとしては消えないもんだと思ってます。設計までの知見っていうのが十分に通用するなと、今までの知見経験で貢献できるところは大きいのかなと考えてます。地下ケイ素という部材は熱伝導の部分が理論値に比べて実際に製品として出ているものは非常に低いというところがありまして、実際に地下ケイ素の持つ力を引き出してどれだけ上げられるのか、金属のケイ素を使ってそこを窒素と反応させて地下ケイ素にしてやるという反応焼結という新しい手法を用いています。我々の持っているオシート成形技術を生かして量産化をしつつ高い熱伝導率を実現できたというところがこちらの製品になりまして、苦労していた部分もあったんですが解決に導くことができた、大きな達成感を得られた部分かなと。この製造方法を今生かしながらこれを安定して作っていくというところと、さらにそこに加えてですね、これ以上の能力をさらに求められている部分も出てきておりますので、そういった開発も合わせて進めていく、こういったところが今後の目標になっていきます。例えば固体電池の分野ですとか、また医療の方ですかね、まあ、そういった部分に機会があればこう関わっていきたいのかなと思っております。ロコも人口がかなり増加してきておりまして、車の台数もかなり増えて渋滞もかなり問題になってくると思うんですけど、富山市さんが持たれている公共交通を導入して解決につなげていこうとか、どういう技術とどういう政策を組み合わせてその現地のどういう課題を解決していくかっていうところを、我々が実際にそのストーリーを組み立てる。
パームオイルから有機分を多く含んでいる排水が出ているんですが、その排液をですね回収してメタン発酵させることであのメタンガスが出てくるんですけど、そのメタンガスを有効に使うためにニッキグローバルの技術を使ってバスの燃料とかいろんな工場の燃料とかに使えるようにするっていう、日本は今先進国として環境問題の解決っていうところがプライオリティとしては高いところになってくるかなと思うんですけど、現地としてはやはりまだその経済発展っていうところが優先されがちなので、経済発展と環境問題の解決っていうところを両立できる道筋っていうのをできることからやっぱり一つ一つやっていくことが、まあ実際に現地の方との信頼関係の構築とかにつながるかなと思っております。いつの時代にあっても産業ひいては社会の基盤を支える存在でありたい。私たちの思いはこれからもひたむきな熱く揺るぎない志で新しい形になっていく。その行方を今世界が見つめている。私たちはこの星の未来を支える存在でありたい。